決まった、キャッチ寸前にボールが落ちました。ピエール君独自のシュートです。ランスあっという間に同点に追いつきました。あと激しく揉み合っています。これは相田君とナポレオン君。離せ。両者にイエローカードです。二人とも熱くなりすぎました。落ち着け。そうだ、ピエール、俺たちは遊びに来てるんじゃない。チームと母国と、そして自分自身のためにみんな真剣にプレーしているんだ。この先勝手なことは俺が許さん。分かったな、ナポレオン。ああ。エルシド・ピエール、華麗なドリブルからのあのシュートといい、そしてチームのキャプテンとしての適切なあの態度、なんてすごい選手なんだ。